佐川のみんな元気にしてるかな、ということで2章に入ってね、サブストーリーができるようになったのでやっていこうと思います。沖縄か、そうだ、山浦さんに沖縄の観光雑誌の取材があるって言われてたっけ。忙しくて忘れちゃってた。あ、メールだ。あやこです、ありがとう。あ、あやこちゃんだ。あやこです。はるかお姉ちゃん、今月の仕送りありがとう。あんまり無理しないでね。この前もテレビで見てよ、すごいね。佐川みんな元気にしてるよ。あやこからだ、すごい偶然。みんな見てくれてるんだ。ちょっと恥ずかしいけど嬉しいな。返事出そう。元気そうでよかった。何か困ったことない？と。お、早い。あやこメール打つの慣れたな。あやこです、ありがとう。でも大丈夫だよ、みんな元気すぎるくらいだから。はるかお姉ちゃんこそ何か困ったことない？ゴーヤとか送ろうか。ゴーヤよかった、私も心配かけちゃいけないな。ゴーヤは苦いからまた今度。これから沖縄の観光誌の取材だよ。佐川でも読めるかも、と。あ、あれ今度は返事来ないな。出かけちゃったかな。あ、来た来た。仕事大変だね。あやこです。その取材のお仕事、もしかして手紙の質問に答えるやつかな。もしそうなら質問にちゃんと答えてあげてね。お仕事頑張って。なんだ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 ろう。うん、ありがとう。じゃあお仕事行ってくるね。また連絡します、と。みんな元気みたいでよかった。ちょっと最後のメールが気になるけど。いけない、もう雑誌の取材の時間だ。現場集合で場所は文在門筋のスタジオだったのに急がなきゃ。はい、沖縄の観光雑誌の取材場所あそこだよね。あ、ごめんなさいね。ちょちょちょ人が多いんだよな。じゃあやっていきましょう。はい、これなんかね、質問どれでもいいらしい、答えるの。朝顔のみんなも読むかもしれないんだから頑張らないと。お疲れ様です、沢村はるかです。今日はよろしくお願いします。おっと、私琉球観光出版のやらと申します。こちらこそよろしくお願いします。あ、もしかして沖縄の方ですか。懐かしい感じがします確か沖縄の方の名字って珍しいのいっぱいあるよね。キャンさんとかね。今回のインタビューですが、沢村さんが沖縄出身ということで沖縄の子供たちからお手紙を募集しましたなるほど。いや、うちの創刊以来一番の反響ですよ。地元出身ということもあってすごい人気です。本当ですか、嬉しいです。残念ですが、氏名も限られていますので、私どもの方で3通に絞らせていただきました。3通それぞれのお手紙に、サンマーさん内のコメントをいただければと思っています。はい、よろしいですか。小学6年生の宇宙博士くんからいただきました。あ、ペンネームなんですね。ちょっとこの3通全部そうなんですよ。本名が書いてなくて、この子宇宙が大好きなのかな。で、改めて、沢村さん、いつもテレビで見ています。沢村さんが踊っているのはすごくかっこいいです。でも僕は運動が苦手、特に逆上がりができなくて、クラスの子からバカにされます。どうしたらいいと思いますか？という、まず1つ目でした。逆上がりができないか、私も経験あるの。沢村さん、どう思いますか？見返せ！筋トレや筋トレ。バカにされるのって辛いですよね。でもその悔しいっていう気持ちをバネにして逆上がり練習してみたらどうかなって思います。あれ、この、あれ、なんか宇宙好きな子って朝顔にいなかったっけ。私も最初は全然踊れなかった。何度も練習してできるようになったんです。まだ先生からできてないって怒られるんですけどね。できなかったことができるようになって楽しいです。そうだね。さあ次。あ、ちゃんと答えてやってくれて、朝顔の子たちの手紙だからってことか。リオナ大好き。あ、ほらほらほら。私もびっくりしました。思わせなペンネームですよね。沖縄で中一でリオナが大好きって三尾じゃないの？あれ、そういえばさっきの宇宙博士くんも小6ってもしかしてシロ？はるか姉ちゃん、いつも応援しています。芸能人ってみんなかっこよくて綺麗ですごいなと思います。僕には好きな人がいるのですが、その人はそんなに乗り気じゃないみたいです。これは僕がイケメンじゃないからでしょうか。というお便りでした。はるか姉ちゃんか。やっぱり慕われてるんだな。ペンネームに続き質問もませさんでしたね。好きな人が振り向いてくれないのはルックスのせいとのことですが。あ、でも最終的にはやっぱ性格よ。
確かに見た目って人に惹かれるきっかけとして大きいんじゃないかって思います。私のいる芸能界というとこもリオナ大好きくんの言う通り少なからず見た目を重んじる世界です。でも人を本当に好きになるときもっと別のものに惹かれるんだと思います。それは誠実さとか優しさとかそういうその人がどういう人かというところだと私は思います。芸能界でも多くの人から尊敬される方というのは見た目だけじゃなくてその人となりが本当に魅力的な人たちばかりです。リオナ大輔くんが本当にその人を好きなら誠実な気持ちでその人と接し続けてみてはどうかなって思います。そうだね。じゃあ最後誰だ。ドラゴンマスクマン。ああ、ごめんなさい。ドラゴンマスクって間違いない、太一だ。じゃあ今までのもやっぱり、彩子のメールがなんか変だったのはこのことだったんだ。背景、沢村さん、いつもテレビで拝見しております。私たちの絵はいつも沢村さんの話題で持ちきりです。僕の絵にお父さんとお母さんのような人がいたのですが、わけあって今は長い旅行に行っています。僕は残った家族の一番のお兄さんとして、そのお父さんお母さんのようにしっかりしないといけないのですが、なかなかうまくいきません。お父さんお母さんのようになるには僕はどうしたらいいでしょうか。なんだかとてもしっかりした子のようですね。中学生とは思いません。いかがですか、沢村さん。しばらくさ、帰ってくるから。大丈夫、きっとご両親はすぐ帰ってきます、うん、今はみんなに寂しい思いをさせてしまっているかもしれない。でもお母さんもきっと、お父さんもいつか帰ってきます。またみんな一緒に暮らせる日がきっと、うん、だから今まで通りあなたのできることで家族を守ってあげて。あ、ごめんなさい、私。うん、ちょ、なんか感動するじゃん。本日のインタビューは以上です。ありがとうございました。今日はとてもいい取材ができました。手紙をくれた子たちきっとみんな元気をもらったはずです。あ、その手紙なんですが今日の3通以外も読ませていただけませんか。全部持ち帰ります。え、重いですよ。大丈夫です、これでも結構力持ちなので。おお、ありがとうございます。他の子たちの手紙もこの中にあるんだよね。後で読んで一つずつお手紙返そう。それにしても宇宙博士はともかくリオナ大好きにドラゴンマスクマンだって。直接会えないで手紙で相談なんて。だって、この人か、次。めっちゃファットボトムガールじゃん。ちょっとどうしたの。ちょっとあんた待ちなさい。え、私ですか。他に誰がいんのよ。あんた沢村遥かね。そうですけど、あのどちら様でしょうか。あんた買いにもトップアイドル目指しててこの私を知らないわけ。私は隣町の商店街にマドンナとまで言われた伝説の看板娘の娘うららよ。お母さんがマドンナなんですね。ママがマドンナなの。私もマドンナなのよ。ずっと将来は美人になるって言われてきて現にそうなってるじゃない。大体ね、ここまでアイドルだとか言ってて私のこと知らないなんて、全く同じアイドルとして嘆かわしいわ。勉強不足ずいにあんた、なんか最近調子乗ってるわよね。ちっとも可愛くないくせにちょっとファンがついたかでのぼせちゃって、あーやだやだ、こういう勘違いをなって見てて胸くそ悪くなるわ。大体ね、ダンスバトルだかなんだか知らないけど得意げな顔でくねくね踊ってたでしょ、あんた。もうひどいなんてもんじゃないわね。私に言わせばさつまいも転がしてた方が数百倍マシだ。ひどいな。あまり心当たりはないんですけど、私のしたことが気に障ったのなら謝ります。ごめんなさい。はっ、謝られたって嬉しくないわ。ほんとウォッチャーだけの謝罪はね、虫図が走るわ。もう散々言ってくるじゃん。私はね、隣町のマドンナとして蒼天門に進出するのに、こんな芋っぽいガキがチヤホヤされてるのが目障りだって言ってんのよ。なんだっけ、ダンスバトルだっけ。あれやってみなさい、私が相手になってあげるから。うららさんとダンスバトルですか。気安く名前呼ぶんじゃないわ。一回呼ぶため300円取るわよ。耳っちいな。ほー、じゃあやってやろうじゃん。はい。あ、じゃあちょっとね、バトルはカットしようと思う。まあ多分余裕で勝てるだろう。よろしくお願いします。すごい体型してんな。体重100キロ超えるのもある意味才能って言いますからね。あ、勝ちました。ありがとうございました。
私が負けた。まさかあれだけのパフォーマンスをしたのに私が負けたの。キー、なんで私があんたなんか負けなきゃいけないのよ。私はトップアイドルになるためにおしゃれもダイエットも頑張ってるの。あんたにはその頃わかんないでしょ。あんたはぜ腹減ったらたこ焼き食べてくるからそこへ待ってなさい。あ、美味しかったわ。あんたのおかげで3人前も食べられてありがとうね、まったく。え、3人前も食べちゃったらダイエットは。うっさいわ。本当は焼肉食べたいんだから。肉食べるの我慢してる私の気持ちはね、あんたにわかんないでしょ。っていうか、あー、こんな時間、スーパーの T シャツ1日500円セールがもうすぐ終わっちゃう。え、いいな、500円セール。T シャツはね、何枚あってもいいですからね。スーパーの特売戦争や甘く見てんじゃないわよ。何だったんだ。ね、すごい人だったね。さあ、次はこの人。あ、私を講演してくれてる商店街のミギタさんだ。あ、そう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 。あの握手会とかでちょっとお世話になった人ですね。ミギタさん、こんなところで何をされてるんですか？ん、あ、サンマさん、ちょうどよかった。今お時間は大丈夫ですか？一つあなたに見てもらいたいものがあるんです。私の写真？街で中学生がこれを持っていたのを見かけましたね。ところがこの写真はダイナチュアさんの公式なものではありません。何者かがあなたを盗み撮りしてこの生写真を無許可で売りさばいているんです。盗み取り、いつの間にそんな、全然気がつきませんでした。いわゆるパパラッチという連中の仕業でしょう。アイドルにはつきものかもしれませんが、商店街としては困るんです。こういう無許可のものが大ピアに売られているとなると、この商店街のイメージが非常に悪い。私たちはこのパパラッチを街から追い出したいと考えています。そこでここは沢村さんにご協力願いたいんです。パパラッチは今この瞬間もあなたをどこからかレンズに当てるかもしれません。それほどあなたは身近に潜んでいるんです。なるほど。ですから、サンマーさん、ほっと視線を感じたとき、奴がいるかもしれません。はい。パパラッチに気づいたら、私に連絡をいただけますか？何を置いてもすぐ現場に駆けつけますから。うん。不快はしないでください。相手がどんな人間かわからない以上、危険な状況にもなりかねませんから。パパラッチを見つけたときは、連絡だけいただければ結構です。その後、私たちに任せてください。はい。パパラッチね。ん、何、誰かに見られてる？いたか、パパラッチ。パパラッチ近くにいるの？いや、パパラッチを探せ。はるかを盗撮しようともくろむパパラッチを見つけてください。ただし、その場から動くと相手に感づかれて逃げられてしまいます。その場から動かず R3 を押して主観モードね。はい。あ、もうここにおるやん。お前だ。あの人がパパラッチ。ミキタさんに連絡しなくちゃ。パラッチを見つけました。釣り用のジャケットを着た人です。あ、私から離れていきます。小福町西の方へ向かっているみたいです。見失った。パパラッチの人どこにいるの？またか。あ、いた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 。いた、さっきのパパラッチ。あ、また逃げた。蒼天堀通り西の方です。ミキタさん、今どこですか？はい。どこ？痛い痛い痛い。あ、ミニタさん、その人です。その人がパパラッチです。おかげさまでパパラッチを捕まえることができましたよ。すみません、もしないから勘弁してくださいよ。それにしても今まで全然気がつきませんでした。こんな身近にパパラッチがいたなんて。やっぱりそう、結構盗撮っていうのもいろいろ気を使うし、ある意味技術職なんだよね。威張ってんじゃない、お前もこの町にはいられんぞ。もしまた見かけたら今度は警察に突き出すからな。ああ、おお、ありがとうございます。だが僕が最後のパパラッチとは限らない。なぜなら僕らアイドルが輝けば輝くほど。やかましい、さっさと行くぞ。
困ったもんだよな、パパラッチもな。実際にやっぱ苦しんでる芸能人の人とかいるんでしょうね。あの、はるかちゃんですよね。やっぱりそうだ、僕ずっと応援してるんです。わあ、こんなとこではるかちゃんに会えるなんて。え、はるかちゃんってプリンセスリーグの？嘘、いやいや、ほんまや。はるかちゃんがいるの？どこや、はるかちゃんと。はるかちゃん言うとおるで。これあそこやないの？どうも。あ、ごめんね、はるかちゃん。僕が大声出したせいでこんなに人が集まっちゃって。あ、いえ、大丈夫ですから。え、そうならよかった。それじゃあ、サインもらってもいい？あー、これ大変だね。そんなにいっぺんに来られたらはるかちゃん困っちゃいますよ。カナ、はるかちゃんサインしてーな。なんでお前が仕切っとんねん。はい。じゃ、なんかこも、ね、なんかこういうはありがたいよね。ちょっと困る感じじゃない？どんどん並んじゃうやつじゃないの。サインに一郎くんへって漢字で書いてもらえますか？数字の1に野郎のローですわ。スタンダードな一郎ね。これ？ほう。次うちな、美咲さんへってサインに入れたって。美しく咲いたお姫様、美しく咲いたお姫様。これか。なんだこのミニゲームは。次は。としおさん、としおくんへって漢字サインに添えてもらえますか。敏感の瓶にオスメスのオス、敏感のオス。敏感のこれか。ちょ、漢字テストやんこれ。龍馬くん、坂本龍馬の龍馬。これか。有名な小説のタイトルに、あ、そうなんだ。へえ、はいはい。お、一応全問正解かな。あ、まだいたわ。キラリくん、わー出たよ、キラキラネーム。綺麗の木にアシュラのラ、ルリのリ。綺麗の木、アシュラのラ。綺麗の木、アシュラのラ。綺麗の木、アシュラのラ、ルリのリ。これだよね。はい。これ書くのも大変だろう。というか、なんでお前が仕切っとんねん。はるかちゃん、ありがとうございました。頑張ってね、はるかちゃん。あ、ありがとうございます、スタミナロイヤル。はい、ということで、じゃあ続きやっていきましょうか。まあ、特にね、ちょっと鍛えたりとかしてないんですけれども、これでいっちゃうか。なんかアイドルの心得って何？アイドルの心得が書かれている。確認してみよう。あ、なるほど。FAQ みたいな感じか。状況確認。ふん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 。じゃあ、今回は、プリンセスリーグの、第一ラウンドからやっていくって感じだけど、なんかめちゃめちゃ増えてない？これ、仕事。これやっていいよね、ストーリー。じゃあ、やるか。はい。難易度、え、どうしよう。まあ、ストーリー見たいからイージーでいいかな。まあ、イージーであまりにも簡単すぎたらちょっとノーマルにしようかなと思うけど。蒼天テレビ。
あ、そうや、せっかくやし衣装に着替える前にプロデューサーの萬田さんに挨拶しとこうか。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の萬田さん。行こう。テレビのプロデューサーのイメージってなんでこうなんかトレーナーを肩からかけるイメージあるんだろうね。まずいな。T セットの2人や。何 T セットって。うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱりなんでもない。ね、昔所属してたアイドルってこと？じゃあ萬田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー。T セットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも萬田さん、大のチアの堀江です。本番前にご挨拶。なんか表情変わった。あ、なんこれ。あ、熱っ。あ。あ、すみません。萬田さん。大事な決勝戦前やってのに、随分なご挨拶やな。何やってんの？ちゃんと前見て歩かないと。ほんと、気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。なあこいつ。萬田さん、あ、そのほんまに何と言っていいか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。ほら、はるかちゃん、何してんの？君も謝り。あ、すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。これはもう実力で見せつけるしかないですね。黙らせるしか。とんでもないことになってもたな。すいませんでした。本番で頑張りますから。くそ、 T セットのやつら、あんなやり方するやなんて、どんな教育してんのや大阪芸能は。でもこうなったら仕方ない。とにかく今は衣装を着替えに行こう。衣装とかズタズタになってね。大丈夫、この先に控室を用意してもらってるんや。ここや、さ、入って。ん、あれじゃあさ、よく映んないよね、うんうん、あいつら。あ、堀江さん、言った方がいいんじゃない。って言おうよ。そうだね、どうしよう。おい、待てや。言った。ちょっと何何言うてるんや。さっきうちの遥かに足かけたやろ。どういうつもりなんや。ちょっと話してよ、中井さん。怖っ。ダイナチアさん、何やってるんですか、うちのタレントに。あ、一体もう赤くなっちゃったらどうするの。本番に支障出るじゃない。元はといえば、君がはるかに足引っ掛けて。妙な言いがかりはやめていただけませんかね。そっちがそういう気なんやったら、こっちもそれなりの対応取らなあきまへん。オタクみたいなちっちゃい事務所、うちがその気になりゃ、ほぼ出入り禁止なんてすぐにできますぜ。なんですその目は。そんなんだからタレントに逃げられちゃうんじゃないの。堀江さん、こんなことしてる場合じゃないです。早く衣装着替えなきゃ。ちょっと待ちなさいよ、このまま行く気。この腕どうしてくれんの。あ、そんな痛くないくせに。沖縄行ったことありますか。は、何。沖縄です、行ったことは。ないけど、何なの。いいですよ、沖縄。海は綺麗だし、空気も澄んでて、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。友達に煽ってない。ちゃんとおすすめスポットを教えてるから。
はあ？さ、堀江さん。こっちもさ、あかりちゃん連れてユニット組もうぜ。堀江さん。あれ。沖縄行って心でも洗い直してこいちゅうことちゃうか。はあ？何それ意味わかんない。どういう意味よ中井さん。なるほどな。パクさんが気に入りそうな子やな。もうええやろ。その辺にしとき。はあ何それどういう意味よ。沢村遥。ムカつく女。いやこういう態度ってさ表では出してなくてもそのうち出るよね。ボロが出るというか。そもそもうちと大阪芸能は仲が悪うでね。ふんふん。T セットの2人はな、もともとうちの養成所にあって。ああ、やはり。そやけど、社長のやり方についていかれへん言うて、大阪芸能に移ってった子たちなんや。そうなんですか。そやから、ほんまはあんまり挑発せん方がええんやけど。でもええよ。そんくらい勝ち気でないと、この世界で生き残っていかれへんからな。挑発？え？違う。だったらなんで沖縄行けなんて。あの人たちなんだかストレス溜まってるみたいでしたから。本当にいいところですよ沖縄。時間ができたら堀江さんも行ってみてください。疲れ取れますから。なるほど。思ってたよりずっと大物なんやな君は。さてと、なんか始まる前からいろいろ味噌ついてもうだけど気を取り直していこう。やろうぜ。衣装はもう用意してあるから着替えてくれるかな。メイクなんかはここにあるものを使って。僕はしばらく外におるから。それじゃよろしくね。入るわよ。あ、もしかしてようこさん。あ、来てくれた。マネージャーさんが外にいませんでした。あ、彼のは難しい顔して考え事してたわよ。ここに来た理由、そうね、強いて言うならあんたが芋だから。芋ってどういうことですか。やぼったいってことよ。見た目もそうだし、足をかけられてこけるのもね。あ、見てたんだ。たまたまや、あの二人があんたの対戦相手ってわけね。あの子たちいいかどうかは別として、とことんプロみたいね。私は あんたの実力を知らないけど、今のままじゃ不利なの間違いないんじゃない。でもそうだとしても私は精一杯のことをやるだけですから。そう、朝顔の援助が打ち切られちゃうからな。いいよ、芋ちゃん。厳しいことを言うようだけど、この世界は努力だけじゃ認められないの。自分が本来持っている魅力、それを時に何倍何十倍にも見せることができなければ、この世界を生き抜くことはできないわ。今のあんたはそれができてない。あの子たちとの一番の差は多分そこよ。だから今はほんの一押しだけ私が力を貸してあげるわ。あんたの衣装はどこへ、早く貸しなさい。ようこさん、うん、悪くないわね。すごい、いつもより可愛く着こなせてる気がします。まあ私の手にかかればこんなもんや。それからお芋ちゃん、あんたにこれを送るわ。早着替え用の衣装よ。私がかつて特別に仕立てたものなの。使わないのももったいないからあんたにあげるわ。早着替えで重要なのはタイミングよ。ここぞというところでこの衣装に着替えて観客の度肝を抜いてやりなさい。なんや、なんか早着替えコマンドとか出てくるのか。なんだなんだ、あー来た。陽子から早着替え用衣装を受け取ったことで、遥はプリンセスリーグ中にクライマックスヒートを出せるようになりました。ライブバトル中、右のようなアイコンが出た際に正しいボタン入力を行うと遥の衣装が変わり、それ以降入力の効果が倍増するアイドルヒート状態が曲が終わるまで続きます。今後プリンセスリーグでクライマックスヒートを出すためには、事前にクライマックスゲージを満タンにしておく必要があります。決戦前は陽子の元を訪れてゲージを貯めるといいでしょう。へえ。さて、私ができるのはここまで。あとは頑張りなさい、おもちゃん。昔目をかけていたアイドル、あ、もしかしてパク社長じゃない。でも私は結局その子を輝かせることができなかった。だからリベンジってところかしら。ただこれは私の個人的な感情。迷惑な遊いてくれていいのよ。私は蒼天堀の、あ、橋のところにあるのね。美しくなるための美の形を学びたいなら顔見せなさいね。陽子の修行。陽子の修行を受けるとき、さまざまなメリットがあります。クライマックスゲージがたまる、アイドルヒートの使用回数が増える、魅力が大幅に鍛えられる。今後プリンセスリーグ前には陽子の教えを受け、万全の状態で勝負に挑めるようにしましょう。はい。どう、準備できた。はい、できました。じゃあ入るで。
どうですか？変じゃないですか？ああ、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫、 AKB 系だよね。これやったら T セットのファンかて韓国アイドル系というはるかちゃんにメロメロや。あと、そろそろ時間やな。大丈夫、君やったらいつものレッスン通りやったらきっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや、自信持っていこう。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。来ましたよ、プリンセスリーグ。わー、皆様ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。簡単やるんでしょ。決勝の対戦形式はライブバトル。ライブバトル、両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。なるほど。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。ポップ対決、アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか。 OK、 そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。絶対負けたくない。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和されたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T セット。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村アルカ。よし、やるぞ。どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディー、早着替えがちょっと不安だけどな。こんなんじゃない。よし、いくぜ。あ、練習の時と同じか、曲。
クライマックスヒートがいまいちよくわかんない。やばい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 。めっちゃミスってる。あ、オッケー、着替えろ、来たー。さあ、曲の終わりまで続くんだよね、これ。だろう。はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。もうまだ2戦残ってるからね。素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル。見事第一ラウンドを制したのは、沢村。イエーイ。おめでとう。アルカちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全てを出し切った。そんな感じの、うん、めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。次回は第2ラウンドか、ね、それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 エンドロールとかリアルだな。あ、なんかますますいじめられないか心配になっちゃうんだけど。はるか、すごくエステージやった。このまま行ったら明日の第2ラウンドもきっと勝てるわ。本当ですか、よかった。そしたら蒼天堀に戻ろうか。ほんまは例の万田さんに一言挨拶しておきたいんやけど。コーヒーかけちゃったり、ね、全然携帯に出てくれへんのよね。やっぱりまだ怒ってんねやろな。そうですよね。そしたらこの後はまた昨日のレッスンの続きや。ただ収録の後で疲れたやろ。ちょっと気分転換してくるとええわ。僕は先に事務所に戻ってるから。ありがとうございます。じゃあまた事務所で。よし、ということでじゃあ今回はここまでにしておこうと思います。お疲れ様でした。